本当に血抜きから始めていいですよ僕のことを締めるときはどこぞでデートなのではって思い込んでほしいなサチちゃんには今。まあ、な絵面は完全にパパ活なんだから大丈夫かこれ。ええ,え,えちょ アアアニメリリククの財前でですす今今回回も楽しんでリアクションやってていいいこうと思ま見くはのい、こうと思います今回見ていくのは,はいといとうわけでやってまいりました。春アニメリアクション。まあね、本当にね、ツークールなので、まあ他がね、春アニメがどん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 終わっている中で、カッコーの稲けはまだまだ続いていくぞという感じで、なんかね、いろんな関係性が見えてきて人間関係ぐっちゃぐちゃみたいな感じで、僕の心もどうなってしまうのか、瀬川ちゃんを押していくべきなのか、それとも妹の幸ちゃんを押していくべきなのか、はたまてエリカちゃんなのか、どうしたもの かという風にね悩みに悩んでいるわけなので今回もねもうそんないろんなキャラクターの魅力を全部吸収しても浴びてしまおうと思いますまるで日光を浴びるかのようにこの格好の言い名付けを浴び摂取なるほどいい感じで骨太になっていくといいなと思いながら今回も楽しんでいこうと思いますそれでは見ていきましょうよーいスタートさあやっていきましょうレッツゴー いま、うん、だにオープニングがうろ覚えいいですね。楽しんでいきましょう。キャラクターの魅力。まあ、タイトルがね、妹扱いしないでよってことなので、あなたは妹ですよ、それ以前に。はい。まあ、瀬川ちゃん周りの掘り下げがね、今一つなんだよな。そこをちょっと掘り下げてほしいよな。稲月見ないと話はわからん、本当に。どういう立場の相手なのかとかさ。 私、言い,い名付けがいるのよって言われても、それ俺を振るための嘘なんじゃないかと、僕は、なんか、謎にポジティブなのかネガティブなのかよくわからない、こう、思考に陥ってしまったりするわけなんですけど、どうなんですかね。なんか、こう見てるとさ、やっぱり、エリカちゃんのこの純粋さっていうのはめちゃめちゃ可愛いよな。なんか、こう、歪んでないよね、一切。まっすぐ育ったんだなって思う。あのホテル王のパパの元で。何事にも興味津々だし。 でなんか大人びてるように見えて、めちゃくちゃ子供だしね。さあ、ライバルが多すぎる。他の女と絡むの許しません。私は幸です。海の幸です。魚介類と変わりません。そんな感じでいかがですかね。でもなんか本当にこの作品はなんか可愛く映そうっていうことにめちゃくちゃ気合を入れてる感じがしますよね。さて。スイカバー食べてる。 おうあお母様見たいよどっちのお母様どっちのお母様ですか本当のお母様ホテル王の奥さんおうん。あら、いいじゃん。また勉強 ?what? おう あ、ちっちゃい頃からいたずらっ子だったんだ。そうね、よく覚えてるね。うん。あー、なるほど。えらいえらい、いい子い,い子。あら、怒ってますよ。 なるほど。お兄様。いいですね。今時。今時に珍しい暴力系ヒロイン。なかなかいいです。私も締めてください。本当に、血抜きから始めていいですよ。僕のことを締めるときは。いいですね。いいですね。エモン。イオンか。さ、でかいな。かわいいななんかもう、このさちょっとこう、 結んでるのが可愛いし、このシンプルな服でもポテンシャルがもう、いかんなく発揮されている。でもあんまりこういうとこ来なそうだしな。いいね。お兄ちゃんとデートよ、みたいな。すいません、お腹が鳴りました。おーい、乗り悪いな。 めちゃくちゃ誘ってくれてるけどね。おあはは、<laughs> 汗汗。おいおいおい。よく話しかけるな、サチちゃんみたいな子いて。そうだ。鏡という概念を覚えてから出直せ。君たちにサチちゃんは、早い。やっぱりナギくんぐらいじゃないと、合わないね。あははは。 まあそうね。いいね、でもなんかカップルらしく見えてることを誇りに思っている。わーお。みんな目を引いてるね。まあエリカちゃんの妹だしな。似てないと。<laughs> まあ。 いいね。おっか呼び、いいですね。どこぞでデートなのではって思い込んでほしいな、サチちゃんには今。デザイン T シャツ。おお。まあ、でも何かあげたいっていう気持ちはあったんでしょま、あそうよね。兄弟なんだから。ま、あそうね。あ、いいじゃん。 どれしかないあ、カーネーション。なんでカーネーションなのカーがついてるからあら <laughs> 確かに。ありそう。まあね。もっと、トゲ付きのバットとか。ああ、ああ。あ、そう、<laughs> そうなんだ。 おしゃれ。興味なさそうだな。<laughs> 動きやすい服が好きそう。まあ、なんか美味しい料理作ってあげればいいんじゃないですかね。<laughs> ショートしました。フードコート。いいよな。フードコート行きたいな。まあ、あるっちゃあるでしょ。 あ、そうなのあははは。あ <laughs>、そうなんだ。あら、もう何よりも嬉しいのが、やっぱり、サチちゃんなんだよ。娘、息子なんだな。<laughs> 頭良すぎて。あははは。 ま、あ全部100点は引くよな。あなた何かしたんじゃないのと思ってしまうまであるかもしれん。ま、あそうね。好意に価値を見出すタイプだと思うからな。おおそうなのどっちだ バイバイ食べてる。んはははは、<laughs> どっちが書いたか覚えてないのあ、怒ってるのと笑ったやつ。おう、エプロンいいじゃん。ははは。おう、いいね。 いいね、いいね。いい兄弟。少なからず兄の影響を受けている。ああ、でもやっぱり妹っていう言葉に壁を感じてるわけだな。妹じゃないのに。うん、気づいてくれないの。私はこんなにお兄ちゃんが大好きなのに。あら、恋人として扱ってちょんまげ なあ。まあでも、なぎくんはもう良くも悪くもナチュラルだからなあ。なにやばいやばいやばい。パピーが。おあ、刺さってる。ディアンマーム。あら。 そう。ねえ、そうだよね。なんでパパが泣いてるんだあ、そうなのいい子たちだね。さあ、気合い入れていきましょう。おうプリント入ってるあら、いいね海の手。ちょっとあの、なんかこう、アイロンでくっつけるやつやってもらったんだろうな。 あれでも伸ばしすぎるとね、あの、ペリ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 しちゃうんでね、気をつけてくださいね。カンパネル、カンパネラ。おマミー。あらなぎまま初めてじゃないまあ、そうね。それもあるよな。超仲いいよね。 だからカップルに見えるわけだしね。<laughs> おお、いいね。銭湯行ったんだ、一緒に。そうね。なるほど。 ま、羨ましいのねっていうか、もうあ、あの、あく、あの、あなたたちもちょっと、取り違い語というものを重く考えた方がいいと思うけど <laughs> おう。おもしかしたらだって、兄弟だったかもしれない女の子がいるわけだぞ、マジで。兄弟っていうか、本当の姉妹がいるわけだからね。あははじゃないんだよ。おカップでヌードル。いいですね。 3分経って食べる。初体験カップヌードルこれが、カップ麺なのですわね。宇宙でも食べられていますわよ。おおい。はははは。もうなんかもう天井人すぎてびっくりするな。おなんだパピー。新着メッセージが来てるけど。 おあどこへあ勉強が <laughs> パピーと会う感じかなこんなラフな格好で会ってしまっていいのかと思ってるの。まあ、そうね。 もう、サプライズ、なのかなおなんだクズやん。なにクズやって。ああ、ツタやか。びっくりした、びっくりした。クズばっかり言ってたかなと思ったわ、ほんとに。ん ああ、勉強道具買ってほしいのかああ。あら。ああ、勉強に使えるよってことか。ま、ちょっとどころじゃないな、分厚さは。 <laughs> 結局そこが目当てなんだろうな。あら。嘘つくな。貧乏、貧乏な人に向かってそれは煽りが過ぎるぞ。<laughs> あ、そうなんだ。貧乏神金を稼ぐ。<laughs> すいません。うん。おー、まあだろうね。パパに会うだけだから。 うん。ああ。逃げてるのか。ま、あそうね。いきなり連れ出したもんね。<laughs> 家出か。この感じだと。 うん。ああ、やっぱり。お父さんはあんまり好きじゃない系お母さんは好きそうだよね。うーん、なんでやっぱり軽く考えてるからすごい軽いよね。 なんか、なんかやっぱり、サチパパ、ママが軽く考えるのはわかるけど、お不審者ですかあら、<laughs> がっつりくつろいでるな。やばいやばいやばいやば。<laughs> テンパってる。あなたのお父さんです。 あ、顔は見たことないんだ。いいね。余裕が違うな、このパパ。相当な、相当な癖ンだな、多分、このパパ。ま、あすごい気まずいだろうな、この感じだと。 考えてる。携帯も財布も置いて、カップ麺も伸び伸び。あらなんだなんかでも余裕が違うなぁ。なんかもう、強者の余裕って感じがすごいんだけど、このパパ。なんで会いたくないの苦手なのか 合わせたくないに近いよねでもうんえそうかああなるほど。 まあ、初めてのカップ目は感動するよね、確かに。うーん、これかなりやばーいけど。こうしてるわけにもいかないよね。うーん。うーん、まあ。向き合うタイミングが来るわけだしね、いつか絶対。 ま、あなんか、覚悟を固めるまで一緒にいてほしかったんだろうな。ん海の毛かくん。おけど、どうすんのおう、なに <laughs> 完全にオールする気わお。 ガチフレンチ。いいね。あははは。かわいい。おー、いいねでも。ま、ま、絵面は完全にパパ活なんだから大丈夫か、これ。あははは。うん。 なるほど、なるほど。ただ。ああ、そうだよね <laughs>。パパカス始めたのかと思っちゃうね。さあ。まあ、そこだよね、本題は。特に、サチチャにとっては、このパパも大きな障害だからな。 凪くん攻略できないこのパパがいるだけでうんあら皮相性はぴったりだよね <laughs> まあそうね体重が変わってるもんね段ボール敷いて遊ぶと。 あはははやっぱりスリルを楽しみたいタイプ。まあ、相性はいいと思うよ。悪くはないよ。でもな、やっぱり。あそうだよね。そういう風になるもんね。そうであってほしくないんだもんね。 特にお姉ちゃんだもんなーなんか、見ず知らずの女なら強奪できるかもしれないみたいな風に思うけど、自分の本当のお姉ちゃんが好きな人となんか、一緒にいるって手出しづらいしね。うーん、なかなか難しいところがありますね。うーん。さて、うん、おなんだケーキ ええー、あら、うわ。なんか、うまいこと懐に入って利用してるな。この人人たらしだな、相当な。なんか、できる男って感じがする。そういう社長ってみんな人たらしって言うしね。さあ、どう出る パパ。このパパ相当な食わせ者だぞ。機嫌はいいのか機嫌はいい機嫌は良さそう。大丈夫かん何パパ活して上機嫌ってわけじゃないよね

わざと送り込んだの出会ってるってことはだって、取り違えは絶対ないよな。もともと知ってただって最近になって取り違えってバレたんだろ理由が見えてきたな。取り違えである。取り違えに納得してる。いや、相当やばいぞ、あのパパ。あれかと思ったけどね、最初は、 あの、暴走族のおかのことが好きだったのかなって思ったけど、そんなことじゃないな。<laughs> なんだヒントがなさすぎる、ちょっと。いきなりなんだカッコーの卵っていうのが、ヒントなのかいやー、でもなんかやっぱりサチちゃんはきついなー。難易度が高すぎるな、サチちゃんが兄貴を落とすのは。 まず、エリカちゃんとか、セガワちゃんから引き離すだけじゃなくて、父親の説得も必要になってくるわけだもんななんで結婚させたいんだもともと言い名付けとして決まっていたことなのかおおわかんなくなってきた。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、なんなんだあのパパが読めなすぎる、マジで。 うー、ッコの卵ね。ちょっとこれ調べてもいいなって思ったんだけど、なんか、調べたら調べたでまたなんか変わりそうな気がするから、あえて調べないという、そういう選択をいたしました、私は。うーん、なんか。 重要なワードではあるんだろうけど、そのカッコの卵っていうのが。なんなんだ、このテーマは。なんかもう、複雑すぎるな、なんかやってることが。なんか、なんかやりたい放題、それぞれがやりすぎてて、わけわかんないことになってるぞ、みたいな感じなんだけど。いやー、でもやっぱり全体的にやっぱりサチち,ちゃんにフォーカスを当て続けているよね。なんかそれって意味がありそうだな、この感じだと。うーん、まあまあまあ、もう、典型的と言ったはあれだけど、 まあもう、存在的にも、立ち位置的にも、もう絶対勝てないヒロインではあるわけですよね、サチちゃんは。攻略難易度が高すぎる以前に、もう完全にそういう気がないから、なぎくんにはな。もう、俺はもう、サチは妹だからみたいな感じで。もうなんかもう、近いけど、そのライクが絶対ラブになるかって言われたら多分ならないんですよね。 あーそう考えたら、ま、サチちゃんをこう掘り下げていくのはいいんだけど、掘り下げれば掘り下げるほど悲しくなっていかないかなっていうふうには思いますよね。あーいや、でもどうなっちゃうんだろうな。なんかちょっとパパが食わせんすぎるな。どういう意図なんだあれ。でもさ、もともとさ、なんか出会ってたっぽいよね。あの感じだとね。うん。だから、言い名付けとして規定,路規定路線で育てていたっていう感じなの。 だとしたら、まあ、言い名付けとしてこう、もうやっと時は来たみたいな感じで、言い名付けにするぜみたいな感じなのかな。なんかでもやっぱりそうなった時にさ、やっぱりエリカちゃんのお母さんといざこざが起きてもおかしくないんだけど、エリカちゃんのお母さん、エリカちゃんのお母さんってあれね、あれ何、何パパママの方ね、あの、 ヤンキーの方ね。ヤンキーの方と、いざこざが起きてもおかしくないと思うんだよね。本当のパパママ同士で。うーん、なんか。でもなんかそういうこともないし、いやー、どういうことなんだなんか。妙にね、落ち着きすぎてんだよな、全体の流れが。どっからどう見ても不穏になんか揺らいでもおかしくないはずなのに、全くわからん。 まあでもなー、まあでも今回で分かったことはもう多分本当にこの目を見る限り、やっぱりパパがもう多分どうしようもないくらい強キャラとして存在しているし、まあなんか改めて見てやっぱりサチち,ちゃんはこうなぎくを落とすっていうことは不可能なんだなっていうのは実感したよね。なんかうまいこといけば転がっていくのかなとも思ったけど、ちょっとパパが障害としてデカすぎるわ。なんか裏で糸引いてる感じがするすごい。 あーまあ、そうなっていけばいくほど、やっぱりエリカちゃんと、このなぎくんとの絆っていうのが深まっているし、あーどこまで読んでるんだこの父親は、なんかさすがホテル王って感じだな。なんかしっかりこう怪獣して情報をこうゲ、ゲット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 して進んでいくっていう感じが、すげえやらしいよな。 あー、いや、でも、やばいですね。これから先、マジで気になる展開が、どん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 、なんか盛りだくさんだと思うので、今回も注目していこうと思いますので、えー、ぜひとも一緒に楽しんでいきましょう。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればください。やばい、エリカちゃん喜ぶ姿可愛い,い、カップ麺食べたい、とか、なぎくんとか、さちちゃん可愛い,いとかね、いろいろお待ちしております。まだまだ課題は山積み、どうなっていく海野くん、海野ナギくん、海野家の運命や、いかに、そんな感じで、次回も楽しんでいこうと思います。はい、というわけで、カッコのインナズキ 第10話でしたバイバイ